ハヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今日何をするかなんですが、今日は B キャッスルという要塞を作って襲撃から防衛するゲームをプレイしていきます。まあ、ちょっとね、何言ってるか分かりにくいと思うんですが、まあ、こう画面に映ってるようにね、自分だけのこのなんか要塞みたいのを作って、で毎晩ね、よそから兵隊が襲ってくるから、その襲撃に一定日数耐えろっていうゲームなんだよね。早速プレイしていきましょう。はい、というわけで、ゲームが始まりました。これがフィールドマップだね。まずはここに、天守を建ててくれっていうことみたいだね。どこに建てようかな。はい、自分の町の中心をまず建てました。ワンオペで建ててくれています。はい、これで城が完成しました。今後ここを、一生懸命守るんだね。でまずはこのゲームはいろんな建物を建てたり兵隊を作ったりするのに資源が必要なんだね。でまずは木材を集めるために木こり小屋を建てます。製材所だね。これをどこに建てようかな。はい、製材所の建築が始まりました。この村人がね、一生懸命建ててます。で建てたらここで、村人に働いてもらうんだね。労働者を2人、ここに所属させるとこうやって木こりを始めます。で木を切ったらね、こうやって荷車に乗せて回収して集めてくれます。で今度は、家を建ててくれっていうことはね、木材が溜まったんで家を建てていきます。はい、家、木を切って家を建ててどんどん人口を増やしていくんだね。なんか最近こういうゲームよくやってる気がするな。はい、家が建ちました。もう一軒建てようかな。はい、家を建てたことで一人無職の住人が生まれ入れてきました。そのまま働かなくていいぞ。はい、人口増えてきました。人口増えてきたんだけど、どうやらね、食料を集めないといけないっていうことのようです。じゃあ食料を集めようか。隣のパネルを木材を出して購入することができます。はい、買いました。でこのパネルには鹿がいるんだね。鹿がいるパネルにはね、この狩人の小屋っていうのを置くことができて、これをどっかこの奥の方に置いてみましょう。狩人の小屋を置きました。さあ建築頑張ってくれ。はい、ここにも2人労働者を配置していきます。鹿を飼って肉を食べるんだね。近い。こうやってね、肉を集めてくれるようです。いいね。次はこのパネルを買いましょう。手前のパネルだね。はい、でここには、太陽石っていうのがね、なんかあるみたいで、この太陽石を採掘します。でこの太陽石っていうのね、ちょっとよくわかんないんだけど、どうやら兵隊を維持するのにこの太陽石は使うみたいなんだよね。さあ頼むぞ。はっ、陛下、夜の帳が降りてきました。月の怪物どもが襲ってきます。兵士に命じて守りを固めさせましょう。敵がついに襲ってくるみたいだね、夜になったら。で敵はどこから来るかっていうと、ここだ。このムーンクリスタルから来るんだって。この兵隊5人、ここにちょっと守らせとこう。さあ夜になりました。来たぞ敵が。さあ初めての戦闘です。戦え。月明かりのもと戦っています。まあさすがに一番最初の中途の戦闘だから勝てたね。これで負けたらとんでもないからな。素晴らしい、兵士たちは夜を守り抜きました。ですがまだ安心できません。弓道場を建てて明日の夜までに9兵を5名以上育成してください。兵士を雇うためには太陽石が必要なことを忘れないでください。太陽石がないと兵は衰弱死してしまうんだって。大変だなおい。よし、じゃあ軍事施設9兵訓練所っていうのがあるんで、これを建てていこうか。さあ建ててるね、いいぞ。ここで、この農民たちを訓練してアーチャーにするんだね。はい、9兵訓練所できました。で、どっかこの辺に、5体だね、訓練させよう。この奥にね、今度は石を見つけたんで、これを取っていこうか。これは、採石場だね。であとこの辺りって崖に囲まれてるんだけど、ここ通路でつながってるんだよね。こっちまで守る兵力がないんで、ここには、このフェンス、木で壁を張って通れないようにしようか。さあちょっと建築が間に合ってくれるといいんだけど、次の日の夜までにね。さらに木の防御塔っていうのがあるから、これも建ててみようか。この辺り、はい、防御塔も建てました。あ、建ててる、いいね、いいぞ。これで北側は壁で守ってるから、敵に攻め込まれることはないはずだね、簡単には。まあ、壁を壊して入ってきたら滅ぼされてしまうけど。はい、防御塔完成しました。でこの防御塔なんだけど、どうやらね、上にアーチャーを乗せることができるみたいなんだよね。はい、向かってます。登ってくれたかな。お、来た。なんかエレベーターでスッて登ってきた。でこれでこの上から弓を撃って攻撃することができるらしいんだよね。いいね。ちなみになんだけどね、この村人たちが増えていく速度って幸福度に影響があるらしい。今ね、左上に書いてあるんだけど、幸福度がとても低くなっています。働くことしかしてないから、戦うこととね。どうやらそういう時にはこの酒場、これを置いて安らぐことで幸福度が上がるらしい。どこに置こうか。こっちのパネルを買ってこっちに置こうか。
休んでくれみんな、ここでこんな僻地に置いて果たして通ってくれるのかよくわからないんだけど、とにかく酒場を置いてみました。なんか僕がこういうゲームやると大体幸福度が低いんですけど、さあ来るぞ敵が。夜になった。どこから来るやつら。ここか。あ、来てる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 よ。剣士の日差し守って。はい、アーチャーが撃ちまくっています。いいぞ、いいね。あ、高台から弓撃ってるやつらもいる。はい、無事勝つことができました。でこうやってどんどん敵がね強くなっていくらしいんだよね。もっと兵士を育成しましょうだって。いや、そりゃそうしたいのは山々だが、あれ、これなんでこれ以上作れないんだろう。あ、わかった、お金が足りないんだ。これお金が足りなくて兵士を作れないみたい。やべ、お金貯めなきゃやばいぞ。でここにもお金あるんだよね、奥にもお金あるんだよね。でもこっちは壁の外だからちょっと怖いんだよな正直。どうしよう、近場にないか、どっかお金取れそうなとこないんだよな。こっちには南の方にはちょ仕方ないんで、南は塞いで北ちょっと伸ばしていこうか。軍事フェンス、ここフェンス張って、ここも買って、ここフェンス、フェンス、フェンス、めっちゃ木材使ったけど、まあ、とりあえずこれで塞ぐことはできた。で北に向かいます、兵隊たちは。でここフェンスで塞いちゃったんだけど、一応ねこの城門っていうのを設置することができて、はい、城門、ここからちょっと掘りに行こう外に。ちょっと待って、今気づいたけど幸福度マイナス12なんだけど大丈夫かよこれ。あ、なんか食料が足りないみたいだね。ちょっと待って、食料が足りないってなんで食料そんなにないんだ。あ、これイノシシ、ここで食料取れるかも。狩人、狩人、あー、いけるいける、頼む狩人。いや、やっぱ引きこもって暮らすのは無理だな。そして幸福度が未だにめっちゃ低くはい、狩人の小屋完成しました。急げ食料取れ、餓死するぞ、すでに餓死しそうなのに。よし来たぞ。なんか体力減ってない君大丈夫なんで体力減ってんの。あ、食料がないからだよ、餓死りそうなんだこいつら。やべえやべえ、何の冗談にもならねえ。あれ、太陽石工房また0人になってる。あ、わかった、なんで誰もいなくなってるのかわかった、餓死してんだこれちょっといろんな製材所のやつらもみんな餓死していなくなってる。あ、狩人小屋のやつらも餓死していなくなってんだけど待って待って待って、なんかおかしいと思ったんだよなんかおかしいと思ったんだよ、食料止まってるってなんか思ったんだよ。みんな餓死してたとんでもねえよ、何も言わねえんだもん、餓死しましたみたいにないんだもん。やったのかもしれないけど、いや食料めちゃ大事なんだが、当たり前当たり前だろ食料大事じゃないゲーム、いまだこの方やったことねえよ。人口マックス25なのにさ11人しかいねえもん、死にすぎてやばい、早く増えてくれ、やばい、次の襲撃来たらどうすんだよ。あ、夜になっちゃった、あ来てる来てる、もう来てる襲撃、守れ守れ、うわめっちゃいるんだけど、めっちゃいるんだけど、大丈夫か俺たちのガシ村、大丈夫か。はい、守りきりました。ちょろいな、いや全然ちょろいとかじゃないから危ねえから、危ねえよこれ、ちょっと待て、もうお金がないからさ取りに行こうっつったけど、お金はあったんだよ、掘ってるやつらが餓死しただけでお金はあったんだよ。ちょっと間違えたなちょっとってか、まあ、だいぶ間違えたな。うん、まあだがそういうこともあるだろう。さあちょっとずつ人口回復してきたぞ、木材いっぱいになっちゃったみたいだな、さらに拡張したい。あれ、これなんで拡張できないんだ。あ、分かった、買えない理由、ここに狼の巣があるからだ。これ狼の巣なんですよ。ただ狼と戦うにはもうちょっと兵士がいるな、今の状況じゃ危ない。そろそろ兵士訓練してもよかですか。いいよな、そろそろ食料足りてねえけど、食料足りてないけどちょっと待って、食料が足りてない、お前らやれるか、狼の巣やれるか、お前ら頼む、ここで魚を取ればちょっとマシになるかもしれないんだ、頼む。さあ壊せ、あ出てきた出てきたぞ、で戦うんだ、いいよ、よしよし来た、ボス狼出てきた、なんか塞がってるけど攻撃しろ、いけるか、いけるのか、いいよいいよ、いや結構やられてるけど、オッケー、壊せこの巣を壊せ、よしよっしゃ壊した、オッケー、いいぞ、これでパネルを変えるようになりました。そしてここで釣り小屋、あれ、あここか、んどこだ、あれあれあれあ、こうだこうだ、よしオッケー来た。さあいいよ、酒場の二人が餓死しました
いや、はははじゃねえよ。なんだこれ、地獄か？地獄なのか？これなんだ、建築士ギルドとかいうのがあるんだけど、ギルドって聞くとなんかワクワクするよな。井戸、あ、綺麗な水が手に入る井戸だって。こういうのあるとなんか住人たち幸せになりそうじゃない？置いてみるか、この辺に。はい、もうすでにね、住人たちの幸福度がとても低くなっていますって出てるから、なんとか上げないと上げていかねえと、頑張って。あとは装飾でなんかこう銅像とかを建てると、あ、夜になっちゃったよ。うわ、めっちゃいるんだけど、大丈夫これ？めっちゃいる、めっちゃいる。やべえ、ちょっと待って、兵隊いないんだけど。だって俺たち餓死しそうだったんだもん。やれんのか、向こうの数多いぞ。もう、そして俺たちの城壁を破ろうとしている。守れー、隙間があるんだけど隙間があるんだけど、なんで、やべえ、やめろ、やめてくれ。あー、やばい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 、なんでだよ。あ、ダメかもしれん。頼む、頑張ってくれ。ダメだ、全滅する、全滅する。あ、全滅した。やめてくれ、壊さないでくれ。僕が建てたばかりの建築士ギルドがボコられてます。おかしいだろう。待て待て、まだ2人いる。ここに2人いる、ここに2人いることを思い出した。こういうこともあろうかと虎の子を隠しておいたのさ。やめろ、壊すんじゃない。あ、死んだ。あ、朝日と共に死んだんだが、ちょろいな。陛下、今夜の戦いで多くの兵士が倒れました。ですが彼らを蘇らせることができます。教会を建て、司祭を生存しましょう。え、何それ、生き返るんだって、マジで。教会を建て、司祭を呼ぶってあるんじゃん、そういうのがさ。早く行ってよね。はい、教会急いで建てろ。急げ、どうなっても知らんぞ。じゃあ、あとここだよ、ここここここ。なんだよ今の隙間はよ、おかしいだろうが。あー、これここにこうやって塔立てないと隙間になってんのかも、両側。これもしかして、さあ教会が完成しました。お、司祭来た、蘇れ蘇れ、ハヤト君よ。兵隊っていうかさ、餓死した住人たちに蘇ってほしいんだけど、どっちかっていうと。あ、生き返って言ってる、生き返って言ってる。いいぞいいぞ、その調子で頼むわ。なんか幸せ度が上がる建物を建てないとダメみたい。これ置こうぜ、なんか小便小僧みたいなやつ。こういうのがあると幸せ度が上がるらしい。何でもいい、何でもいいから、 OK、 幸せになれ、幸せにおなり。まだ不幸なんだよな、でもな。領地の幸福度3ってどういうことだ。どうやったらお前ら幸せになるんだ。なんかいろいろ建ててやったのに、銅像とかさ。なんでそんなに不幸なんだよ。銅像いっぱい建てたら幸せかな。全然わかんないんだけど。わかりました、1個のパネルにたくさん建ててもダメなんだ。だからこの銅像、これをたくさんいろんなパネルに建てるといいっぽい。よし、銅像連打だ。なんかめちゃくちゃ、なんかなんだろう、宗教集してくるけど、このまま不幸なまま潰れるよりはいいだろう。ひたすら銅像建てていけ、すべてのパネルに銅像建てていけ、構わない、俺が許可する。銅像ラッシュだ。こういうゲームで例えばアーチャーをたくさん集めて敵国に攻め込んだりするのをラッシュって言うんですよ。僕はここでだから銅像ラッシュ、銅像ラッシュなんてねえけど、初めて聞くけどな、そんな単語。あ、でもこれは絶対効果的なはずなんですよ。僕の謎理論だと。あとここのこういうお金があるパネルも多分プラスになるはず。あー、ここで牛が、この牛欲しいな。あー、来る、敵が来る。あ、めっちゃ兵増えてんだけど、やばくない。来るぞ来るぞ来るぞ、こっちだこっちだ、急げ急げ、お前ら急げ。いいね、いいよいいよ。あー、ちゃんと守れてる今回、素晴らしい。いいぞこれ、敵うろうろしてる、うろうろしてる、バカめ。どうしたどうした。ただ俺たちもさ、タワーとかがないから、あの、こう、うまく撃てねえ。うまく撃てねえや。本当は城壁の上からとか撃つんだろこれって。撃ててねえって。俺たちは俺たちで撃ててねえ。あ、俺の剣士たちがそろそろさ、3人しかいないんだけど、どうしよう。このまま時間稼ぐか。こいつら太陽の光に弱いからな。吸血鬼みたいなとこあるからな。無理すんな、無理すんな、無理すんな、死ぬな、死ぬな、やめろ、死ぬな、死んじゃならん。無理すんな、無理すんな。あいつら時間とともに死ぬんだから。あ、ちょっとは当たるね。壁の向こう側からでも。オッケー、倒した。ログでもね、バトルが終わったぜ。はぁ、めっちゃ幸せになってる、そして。
俺の石像ラッシュが効いたようだな。幸福度プラス4になりました。やっとだよ、遅えんだよ。酒場っているのかな、これいらねえんじゃねえかなって気してきたな。潰すか。割と幸せだからいらないだろ、酒場。うわ、酒場潰したらマイナスになったんだが。ちょっと待て、急げ。酒場を立て直せ。ちょっと待て、1個でいいだろうって思ってたんだけど、1個じゃダメでした。急げ。なんだこれ、どういうことだ。石像いっぱい建てれば幸せになるわけではなさそうだな、どうやら違ったっぽい。では酒場が必要っぽいな、どうやらな。俺が間違ってた、酒場連打だったな、必要なのは。無駄にたくさんある謎の銅像になってしまった。はい、幸福度がまたプラスに行きました。いいぞ、酒場もう一軒だな。酒場なんかあった方が調子いいぞ、どうやら。よく分かってないけど、とにかく酒場ラッシュだ。まあ、一説によるとこうやってよく分かってないのになんか連打みたいなのがいけないっていう説もあるんだけどな。よし、ここだ、建物の真ん中に置いていく。さあ夜になるぞ、来るぞ、ここから来るはず。多分おそらく、もしかして。でこっからファッファッって弓打ってあっさり倒せたら最強。なんで南に行くんだよお前ら。見たことない敵もいる。どうする、待って、上のやつらはほっとこう。南に向かえお前ら、来るぞ来るぞ。2人しか守りいないんだけど南。俺なんか狼と戦ってる。いいぞ狼。いけるやんけ。めっちゃ射程長いんだけど高台。いいね、よしお前らここに並べ。狼と戦っているやつら撃て。いいぞ。あ、ボス狼も出てきた。ちょろ。ちょろいなお前ら。いや今回ラッキーだった、今回はマジラッキーだったな。これ隙間があるんだが。ちょっと待て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 。待って待って、おかしいだろ、なんだよこの隙間。おかしいから、なんだよその隙間よ。やれやれ、いややれやれだよ。はい、というわけで自分だけの国家を作って敵の襲撃から守り抜くゲーム B キャッスル、いかがでしたでしょうか。いや思った以上に忙しくて、思った以上に楽しいゲームでした。見た目も可愛いしね。ただ住人たちの幸福度を上げる方法が全く分かりません。どうしよう、石像ラッシュ違ったしな。どうすればいいんだろうな。全ては謎です。というわけで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。